皆さんこんにちは、証券ママです。今日はこの時期にできるマダケを使って茹で方とメンマを作ります。普通のタケノコも美味しいんですけれども、マダケもとても柔らかくて美味しいのでね、ぜひ作ってみてください。冷凍も可能です。はい、それではね、今日はね、このね、マダケありますよね。普段ね、5月ぐらいに食べるのは、あれは妄想だけのタケノコなんですが、マダケのタケノコです。これを今日はね、たくさんいただいたのでね、こちらをちょっとね、茹でていって、何かね、一品ぐらい作ろうと思います。まずね、これ分量はね、そんなにね、ある分だけでいいですが、今日は7本あります。これ大きさにもね、よるんですよね。それから、これをね、茹でていく時の米ぬかですね。これ今日ね、だいたい7本で、カップ1杯半くらい用意しました。はい、それではね、早速ね、これをちょっと皮を剥いて、下処理していきますね。まずね、この一番外側の皮ありますよね。ここをね、剥いてきますね。はい、ちょっとね、新聞紙の上でやります。結構ね、硬いんですよね。こんな感じで皮をね、皮はね、全部剥きません。じゃあね、とりあえずね、皮をね、一通り剥いてしまいます。はい、こんな感じにね、外のね、硬い皮をね、剥きました。このぐらいね、ちょっと残す感じでしょうかね。そしたらね、こういったね、緑の、もう絶対これ硬いと思われるところはね、切っていきます。はい、こんな感じにね、ここはもうちょっと切りましょうね。ちょっと硬い感じですね。包丁入れてちょっと硬いのはもう硬いと思います。はい、こんな感じでね、硬いところをね、切り落としました。こんな感じでね。そしたらね、上の方もね、ここ斜めにこんな感じでしょうかね、ここも切っちゃいます。はい、そしたらね、ここにね、切り込みをね、入れます。こんな感じでしょうかね。はい、こんな感じでね、下まで入れないでね、この柔らかいところの3分の1、こちらから3分の2ぐらいのところからね、ここに下まで切り落とさないで、切り込みを全部入れました。そしたらね、これを今からね、茹でていきます。はい、こういったね、もし大きいお鍋があれば、大きいお鍋でね、茹でていきます。うちにはね、大きいお鍋があるので、これにタケノコをね、入れていきます。もしね、こういった大きいお鍋がない場合は、これ半分にね、切ってもいいと思います。はい、こんな感じにタケノコが全部入ったら、米ぬかをね、1カップ半入れます。はい、そしてこれにお水を入れてきます。はい、こんな感じで今お水を入れてきました。ちょっとね、ぬかの泡が立ってしまいましたが、そしたらね、落とし蓋をして、これで火にかけていきます。はい、こんな感じでね、煮立ってきてから30分です。結構ね、大きいお鍋なので、まずこの煮立ってくるのに相当時間がかかります。今ね、煮立ったので、あまり強火だとぬかが入っていると吹きこぼれてしまうので、そうですね、中火くらいでしょうかね。中火くらいで吹きこぼれないようにして、そして落とし蓋をして、これでね、30分くらい茹でていきます。はい、それではね、沸騰してから30分ね、茹でました。ちょっとね、火を止めて様子を見てみますね。ちょっと蓋をね、落とし蓋を取ります。はい、もうだいぶ柔らかくなってる感じですね。一番この太いね、この
根元のところね、ここにちょっと竹串を刺して、こんな感じで刺さればね、もうこれで茹だっています。それではね、これでね、冷めるまでね、しばらくこうやって置いておきます。これでね、茹で上がりです。はい、それではね、タケノコがね、だいぶこれ冷めたのでね、これね、皮をね、剥いていきます。皮っていうかね、もうほぼね、ないんですが、ここのね、姫皮のところはね、食べられるので、取っておいてもいいんですがね、もうそんなにないですがね、少しだけこう、こんな感じでね、はい、こんな感じで取れます。ここね、柔らかいところはね、お味噌汁とかスープにしてね、食べられます。はい、それではこんな風にね、綺麗にね、お水でね、洗ってきました。これでね、これ半分くらい、今日はこのうちの 300g をね、使ってね、メンマを作っていきたいと思います。これはね、冷凍もできるのでね、後から説明します。それではね、メンマを作っていきます。それでは材料です。ゆでたけのこ。今日はマダケのたけのこのね、ゆでたもの 300g 使います。それからお水が1カップ 200cc。それからごま油が大さじ1。それからガラスープの素が小さじ1。それから醤油が大さじ1。オイスターソースが小さじ2。お酒が大さじ1。それからみりんが大さじ1/2、お砂糖も大さじ1/2、それからラー油ですね。これ出来上がった後少しね、お好みでかけていきます。はい、それではまずね、タケノコを切っていきます。これ半分に切っちゃってもいいですけれどもね。こんな感じに開いて。はい、こんな感じですね。結構ね、お水がね、これ溜まってます。穂先の方はね、こんな感じで切っていただいて結構です。それから、そうですね、これ3等分くらいにしましょうか。5センチくらいの長さの1センチくらいでしょうかね。メンマの、なので、このぐらいの感じに切っていきます。5センチの1センチくらいでしょうかね。そしたらね、まだちょっとぬかが入っていたので、もう一回ね、ちょっと洗ってきました。そしたらね、煮ていきます。はい、それではね、煮ていきたいと思います。まずね、お鍋にね、ごま油大さじ1入れます。はい。そしたら火をつけます。そしてね、跳ねるので水気をよく切ってね、もしあれだったらペーパーで拭いた今のタケノコをね、これまずね、炒めていきます。はい、こんな感じでね、1分ほど炒めて油が回ったら調味料を入れていきます。はい、そしたらね、これで水分がなくなるまでね、中火ぐらいで煮ていきます。ちょっとね、蓋をずらしてします。じゃあね、煮えるまで待ちます。はい、それからね、残ったね、タケノコはこうやってね、タッパーにね、お水につけて蓋をして冷蔵庫に入れてね、水はなるべく毎日変えてください。そうするとね、1週間くらいはね、持ちます。それでももっと持たせたい時にはこれね、1個ずつラップをして冷凍すると、普通のタケノコね、妄想だけのタケノコは冷凍するとスカスカになってしまうんですけれどもね、このね、マダケのタケノコは冷凍可能なので、これね、よく水気を拭き取ってラップに包んで密閉容器に入れて冷凍すると3ヶ月ぐらい持ちます。そして使う時にはね、自然解凍してチンジャオロースーとかタケノコご飯とかね、
酢豚とかに使えるので、たくさんある場合はね冷凍可能です。うちはねもうこのぐらいはもう1週間以内で食べきってしまうのでね、今日はタッパーにお水を入れて蓋をしてね、これ冷蔵庫で保存しようと思います。はい、こんな感じでねもう水分がほとんどありません。もうちょっとでしょうかね。これでちょっとじゃあ水分飛ばしちゃいますね。はい、こんな感じに水分が飛んだら、最後にねお好みでねラー油、お好みでね、これ辛いのがね苦手な方はなくてもいいです。お子様とかね、じゃあ少しだけね3滴ほどラー油入れました。そしてちょっと混ぜますね。はい、それでは出来上がったのでねちょっと盛り付けてみます。はい、それではねちょっと試食してみたいと思います。はい、こんな感じです。じゃあちょっといただきますね。うん、とっても柔らかくて、普通のタケノコでも美味しいんですが、まあ、だけのタケノコでもとってもね美味しいメンマができるのでね、ぜひ作ってみてください。皆さんご視聴ありがとうございました。もしねマダケのタケノコをいただいたりしたら、ぜひね作ってみてください。マダケのタケノコもとっても美味しいです。それでは皆様お元気で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。